どうも皆さん、おはようございます、こんばんは、こんにちは、太郎です。はじめまして。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。緊張するなこれチャンネル登録者数が100人いきました。すごい、おめでとうございます。ありがとうございますただの趣味で始めた動画だったんですけれども、いろんな人が楽しんでくれてるんだなっていうのがすごい嬉しいです。そう、100人登録、毎日撮影してる時点で114人の方が、登録していただいてるんですけど、その方たちがいつもコメントをいっぱいくれてるんです。普段関西で美容師やってるんですけど、コロナの期間に動画編集に変わりまして、動画編集楽しいってなって、おもろいことできんかなってなって、漫画めちゃくちゃ好きやなってなって、もうオタクなんですで、この動画というか、ウィークを作ってみようかなと思って始めたのがきっかけなんですけど、ただ本当に趣味でやるだけだったんですけど、ね、楽しんで見てくださってる方がそんなにいるんだっていうのがすごいなんか嬉しくて、ちょっと改めてお礼を言いたいなと思ってちょっと動画にしました普段営業でできない髪型当たり前なんですけど、アニメキャラクターの髪型とかしないんで、でも自分自身すごい勉強にもなりますし、技術のレベルアップにもなるし、めちゃくちゃいい企画だなって思ってるところですリクエストとかはあんまり受け付けてなくて、もうとにかくなんかもう自分のやりたいキャラクターとか、自分の好きなキャラクターとかいう感じでやってるんですけど、それを見てちょっとでも楽しんでくれる人がいたらいいなとか、同じキャラクターとか同じ作品好きな人って趣味合うと思うんですよ多分好みが一緒の人って趣味とか波長とか好きなものとかが合うと思うので、そういう人とこうコミュニケーション取って仲良くなれればいいなって思ってるんで、コメントもできるだけ返信しますし、リクエストは受け付けてないんですけど、こんなキャラクターやってほしいなとか、こんなキャラクターやってくれたら嬉しいなとかだったら、コメント欄とかに書いていただければちょっと参考にさせていただくこともあるかもしれないですし、自分の本当にもうこれやりたいっていうキャラクターが一通りやり終わったら、リクエストとかも受け付けていくと思うので、その時はぜひリクエストいただければなと思いますよこんな感じでいいのかないいかな、こんな感じで。ちょっとね、今これ自宅で撮ってるんですけどね、恥ずかしいですね、一人で喋るのインスタは結構上げる順番とか決めてるんですけど、ちょこちょこ作った動画はこうやって YouTube に上げたりしていこうかな、またゆるい感じでやっていこうかなって感じです。ゆるくやっていきますゆる。次10作品目なんですけど、今作ってるんですけど、10作品目か。もうね、ウィッグをね、置く場所がね、ないんですよ作った完成したウィッグを置く場所がなくて、どうしようかな、子たちは、って感じなんで、最初に作った赤田とか三ツ矢とか、なんかちょっと髪の毛の色が退色してきてて、ほっといてて、なんか電気蛍光灯の光とかで焼けちゃって、もう最初なんか水性絵の具使ってたんですけど、血が良くないとか、なんかひび割れたりとかして埋めちゃって、捨てちゃったんですよ、その2つは。赤田とかまで捨てた時もなんか、ほんとね、ぽいって感じだったんでで、今もちょっともったいないなって言う人います。それはいいですね。自分のペースで可愛いキャラクターとか、あとは自分の、動画のコンセプトとしては、趣味が合う人が集まればいいなって感じなんで、だからなんかカットの解説とか、言われたりしますけど、っていうよりかは、もうなんか自分が趣味に作っていきたいなって感じなので、ゆるくやっていけたらいいなと思います。はい。これからもいい作品をいっぱい作っていけたらなと思っておりますよ。喋りながら撮った動画とか載せていくんで、ぜひ見ていただけたらなと。来てくれてる人と近い距離感でいたいので、インスタグラムをね、DM とかでやり取りするのが一番いいなと思ってるんですけど、コミュニケーションしやすいかなと思って、気軽に DM をいただければなと思います。とにかく、語りたいって感じなんで、プラス、カットとかカラーとかも楽しんでもらえたらいいなって感じなんで、楽しみにしておいてください。こんな感じでいいかな。チャンネル登録といつもコメントありがとうございます。はい。これからも、ゆるゆるとやっていきますので、